住宅街の一角から上がる大量の煙。警察と消防によりますと、今朝8時ごろ、福岡市博多区千代で住宅から出火していると近くの住民から消防に通報がありました。消防が消火に当たりましたが、火は木造2階建ての住宅1棟を全焼したほか、隣接する住宅3棟の一部を焼いて、およそ1時間後にほぼ消し止められました。この火事で全焼した家に1人で住んでいた50代の女性が一旦は逃げ出したものの、犬を助けに家に戻り、その後連絡が取れなくなっています。警察は女性の安否の確認を急ぐとともに、燃え方が激しかった台所付近が火元ではないかとみて火事の原因を調べています。